can try again. はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。春場所も盛り上がってますね。はい、ということでね、今日はまた相撲界のすごい人をちょっと紹介していきたいと思います。今日の人はこちら、現在の高砂親方で第4代朝潮太郎の長岡誠弘さん。この方もね、すごく有名人ですね。今の大人気力士である朝乃山の師匠である高砂親方であり、なおかつあのね、とんでもなく強く破天荒だった朝青龍、横綱朝青龍の師匠でもあったと、はい、こういう人ですね。はい、この人は高知県安芸郡、現在の高知県室戸市出身で、まあ、身長183センチ、体重は183キロと、イコールですね、イコールな人。得意は突き押し左四つ寄りと、はい、まあ、近畿大学から大相撲に進み、まあ、そして最高位は大関と、はい、優勝もされてますね。はい、現役時代の愛称は大ちゃんと、まあ、分かりやすいですね。昔から大きかったかららしいですね。まあ、なんか顔の感じとかもね、まあ、僕は今もなんですけど大ちゃんって感じで、親しみやすいなんかキャラクターと、まあ、あだ名がなんかマッチしてるような感じですね。まあ、可愛い感じで、まあ、そしてね、この方、うん、すごく強い、近代史上、まあ、一番強かったんじゃないでしょうかね。なんと近代時代に2年連続で、3年時と4年時にアマチュア横綱と学生横綱2年連続両方ダブルで取ってると、はい、だから4冠ですよ。ビッグタイトル4冠。まあそれは圧倒的な強さだったんでしょうね。かなり昔のことなので僕も、まあ、全然話はわからないんですけども、その学生横綱アマチュア横綱2連覇は言いますけど、それをね両方2年連続でっていうのはね、まあいないですよね。この人がすごい強かったという、そういう証明だと思いますね。そして大学時代の最終タイトルは、まあ、8冠と、8冠ですよ。いやすごいんですけども、学生横綱とアマチュア横綱を2年連続2連覇してる人だったらもうちょっと取っててもとはね思っちゃいますよね。いやすごいんですよ、すごいんですけど、まあ昔は何でしょうね、タイトル大会が少なかったのかもしれないですけど、まあ、そしてその後高砂部屋に入門されるんですけども、なんと、ね、ここでちょっとね知恵を使ってるというか、まあ、相撲界、まあ、これはあのネットの情報なんですけども、まあ、相撲界多分今も昔も新人をねいじめるのは、まあ、小山の幕下ぐらいの力士と相場が決まってるらしいと。ということでこの、まあ、朝潮さん、高砂親方は入るときに、まあ、調べさせたと。どの部屋に幕下が少ないか、小山のね。でそこで少なかった、当時少なかった高砂部屋を選んで、まあ、入ったらしいですね。はい、まあこれ辺はね今も昔も変わらないんでしょうね。特に当時はね大学生出身ってあんまりいなかったでしょうから、さらに成り物入りで入ってきたら、まあ、メモをねつけられる可能性も高いと、そこでちょっと知恵を使って入ったと。まあ、学生時代にはね結構その勉強の方も得意だったみたいで、まあ、数学系の勉強が得意で成績優秀だったと。教員も目指したりねしてたみたいですね。まあ、やっぱり相撲部って教員目指しますよね。これはあるあるだと思います。はい、まあ、幕下付け出しでデビューされて、当時は幕下付け出しって言っても60枚目ですね。60枚目付け出しで、幕下は入った場所で優勝、そして次の場所も6-1でもう2場所で突破してますね、突破されてますね。そして十両でも、十両も2場所ですと、両方10勝10勝と、はい、なんで5場所目ではもうすでに幕内にいたと。まあ、恐ろしいですね。まあ、さすが2年連続学生アマチュア横綱って感じですね。うん、そしてその後、まあ、負け越し知らずで一気に前頭の筆頭まで駆け上がると、はい、そこからはね、まあ、ちょっと苦戦したりもされてるんですけども、入門から6年目の1983年5月場所で大関に昇進と、そして1985年春場所で、まあ、13勝2敗で初優勝をされてると、はい、で朝潮さんはねこの優勝っていうのは1回だけなんですけども、なんとね優勝決定戦に進出された回数は、まあ、かなり多いと。優勝決定戦にはその優勝したのの他に3回ほど進出されてて、まあね、もし全部優勝してたらもっと増えていたと。
という話ですね。まあそんな簡単ではないと本人もおっしゃってますけども、まあ、それぐらい実力のあった力士で、まあ、そして平成元年1989年の春場所、大阪で、地元大阪で、まあ、引退されて、でその後は、まあ、親方になられたと。まあ、そしてもう一つ、高砂親方の現役時代の、ね、特徴としては、まあ、大関まで行ったって言ってもちろん強かったんですけども、なんとあの、まあ、当時ねめちゃくちゃ強くて、まあ、ヒール役だった北の海さん、横綱北の海前理事長ですね、この人になんと対戦成績20回やって不戦勝の1回も込みで13勝7敗と、まあ、大きく勝ち越してると。こういう人はねこの時代にはね、なんと朝潮さん、高砂親方だけらしいですね。まあ北の海さんといえばね、憎たらしいぐらい強いと言われてすごく強かったという、まあ、横綱ですしね、優勝も24回かなしてるとすごい強かった人なんですけど、その人に、まあ、ダブルスコアぐらいのね感じで圧倒的に強かったと、そういう一面もあったみたいですね。はい、なんで北の海に高砂親方が強かったか、はい、まあ、いろんな説があるらしいんですけども、まあ、結構ね面白い説が多くて、まあ、まずその高砂親方の仕切りが、まあ、すごくゆっくりだったと。時間にしてみても、まあ、普通の日よりちょっと長いと、まあ、それにじらされて、まあ、ちょっとこうね不利になってたんじゃないかっていう説と、その高砂親方が引くのがすごい上手だったと、それに反応できなかった、まあ、こういう説、まあ、あとその引きが強いプラスぶちかましがねえげつなかったらしいですね、まあ、それでちょっとこう北の海さんってなんか強かったんで、やっぱり攻める相撲が、ね、多かったらしいんですけども、ね、押し込まれると案外もろかったみたいなことは、まあ、この親方本人が言ってらっしゃいますね、まあ、あとこれはねこれはちょっとよくわかんないんですけども、ビートたけしさんの発言で、まあ、朝潮高砂親方の顔を見ると思わず笑いそうになって、それに耐えきれず負けてしまうという、そういう説を、まあ、これはビートたけしさんのね発言ですけども、そういうのもあったと。はい、まあ苦手苦手ってね 思っちゃうと苦手になっちゃいますからね、やっぱり。まあそういうのもあって北の海さんには強かったんでしょうね。はい、まあね、親方、僕からしたらね、親方時代の方が有名ですよね。なんといっても、あの、朝青龍、横綱朝青龍を育てたという、まあ、自身がね、横綱になれなかった、そのね、夢を、まあ一応弟子が叶えたという形なんですけども、まあ朝青龍がね、横綱になってからは、まあその親方といえば、まあネガティブなニュースの方が多かったですね。まあ朝青龍がね、まあ言っちゃえば、まあ破天荒な、人間だったので、その管理能力のね低さみたいなものを言われてることが多かったですよね。まあなんかね、僕も当時はね小学生だったんで、そのイメージがありますね。朝青龍のにも舐められてるみたいな。実際に、まあ、知り合いのね力士に聞いた話なんですけども、横綱朝青龍が横綱に昇進した時に、まあ、なんかもうねえお前は大関しかなってないだろうみたいな、もう俺は言うこと聞かないみたいな、なんかそのようなことを言ったとか言わなかったとかって話をね聞いたことがありますけどね、うん、まあ実際ね、その朝青龍さんのことはコントロールはできてなかったと、うん、思いますね。というかね、あの時の朝青龍、横綱朝青龍をねコントロールできる親方がどれだけいるんだって、まあ話だと思いますね。これはまあ、管理能力というか、まあ、管理能力って言ったらそれまでなんでしょうけどね、えまあ難しいと思いますね、ああいう人はね、うん、モンゴル人の、ね、方っていうのは実力第一みたいなとこありますから、親なんとかってよりもやっぱり強いやつの言うことを聞くみたいなね感じなんで、まあね、やっぱり現役時代に横綱になってない人はちょっとね、当時の朝青龍さんが言うことを聞いてたかっていうと、わかんないですよね、うん。まあ、これでね関してはね、あ、高砂親方も朝青龍に言うことを聞かせる聞かせないって話なんですけど、言った注意した時は調子がいいらしいですよね。その時は分かったふりをしてると、はい、けど実際には分かってない、まあ、小錦さんもそうだったらしいですね。親方の話を聞いているようで、まあ、聞いていないとまあこういうふうにコメントされてますね、うん、まあこれは分かりますね。アメリカ人ですけど、
なんか言うんですよ、ここをこうしろってね、こうやってした方がいいよって言うんですけども、稽古とかでね、その時は分かった分かったって言うんですけども、まあね、全然言うこと聞いてくれないんですよね。まあこれは何でしょうね、まあもちろん人柄によると思いますけども、まあ、日本人って本当ね、人のこと言うこと聞く民族なんで、なかなかね、難しいですよね。まあそしてね、なんとこれちょっと面白い話なんですけども、2008年にこの高砂親方が本を出されたと、まあ、その朝青龍さんの、まあ、件に関した弁明も兼ねた本、まあ、親方は辛いよという、そういう本を出されたらしいんですよ。まあ、その本の巻末にはなんと朝青龍さんのね、謝罪文が載せられたとまあ本人がね、本当に書いたか分かんないですけども、まあまあまあ朝青龍さんもね、少なからずそういう気持ちがあったのかなみたいな。まあ僕がね、小学生の時にはその朝青龍さんの件があって、なんかまあちょっとネガティブなイメージのある親方でしたけど、今現在はね、朝乃山関を育て、もう大関候補、今場所も調子いいですよね。うん、なのでなんか再びというか、まあ朝青龍さんもね、横綱になってるってことで、この指導力という点ではまあさすがなのかなと思いますね。横綱、大関候補を育ててると。まあ高砂部屋ね、他にも朝関龍さんとか、まあ何人もね、関取りますし、やっぱりその管理能力のね、云々はさておき、まあ弟子をしっかり育てると、そういうのはね、力はあるんじゃないかなと思いますね。はい、ではいかがだったでしょうか。まああの高砂親方ね、もうすぐ定年ということで、まあ、その前にね、最後に朝乃山関にはなんとか大関に上がってほしいなと思いますね。では今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。